グラバーツルグラバーツルから1899年3月23日は、江戸時代末期から明治にかけての女性。幕末に長崎を拠点としたイギリス商人、トーマス・ブレイク・グラバーの妻。家紋は、芸者がよく使っていた女紋、アゲハ町である。大阪の造船屋、淡路屋に生まれる。文武武田の岡藩氏、山村邦太郎と結婚し、娘、 千をもろける森園子、芸者となる。いつ頃トーマス・ブレイク・グラバーと結ばれたかは不明だが、戸籍によると、長女花を明治9年に出産している。グラバーの長男僧長とみさぶとは、花の異母兄弟になる。鶴とグラバーは五代とも厚に紹介されたと言われるが、根拠はない。明治32年、死去。太平寺にある鶴の墓には、揚げ葉町の門が添えられている。 ジャコモプッチーニのオペラ、蝶々夫人の蝶々さんのモデルとされる説がある。これは、長崎の武士の出身であることや、蝶の紋付けを好んで着用し、蝶々さんと呼ばれたことに由来する。しかし、オペラの原作であるジョン・ルーサー・ロングの小説、マダム・バタフライでは、蝶々夫人は自殺しておらず、ロングは後に、マダム・バタフライその20年後という戯曲を書いている。 ロングはアメリカ人で来日経験はなく、宣教師の妻として長崎にいた姉からの話をもとにして書いたと推測されている。町長夫人を探しての著者 B バークガーフニ氏はモデル説を否定し、旧グラバー住宅とオペラ、町長夫人の関連は同住宅がアメリカ新中軍に接収されていた時に初めて言われるようになったと指摘する。 ABC 明治維新と新国家を支えた長崎の男、グラバーの日本人妻と蝶々夫人の謎を追う日系ビジネス。2009年10月30日、女一人、執念で突き止めた真実父の意志を次おめえと誤解を晴らすために戦い続けた人生日系ビジネス。2009年11月13日、蝶々さんとピンカートン朝日新聞。2007年11月10日。 ありがとうございます。